僕の実力だ。上等じゃねえか。楽できたな。力を合わせていきましょう。楽できたな。僕に任せて。手出してください。こう、はい、な、何よこれ。一丁やるか。怖くなんてないやい。足震えてるぞ。嘘。嘘だよ。決まりました。決めたのは俺。あれ、足引っ張んないでよ。やろうげ。楽できたな。あ、いいんじゃないの。おい。うわ。
な人形じゃなくて、俺はアクエブラスティアが欲しいな。ちょっと不用意に触んないで。この子を調べれば念願の自立術式を。あれ、嘘、この子もコアがないなんて。リータ、お前のお友達がいるぜ。ちょっと、あんた誰？わ、私はアスピオのブラスティア研究員だ。だとさ。お前たちこそ何者だ？ここは立ち入り禁止だぞ。あんた救いようのないバカね。私はあんたを知らないけど、あんたがアスピオの人間なら私を知らないわけないでしょ。むちゃくちゃ言うな。て、邪魔の多い仕事だ。騎士といい、こいつらといい。うわぁ、動いた。リタ、今傷を。あんた、これってな、何？今の。ただ怪我を治そうと。私、あのバカを追うから。ここはあんたらに任せた。任せたっていけねえぞ。あのバカのせいで。仲良く人形遊びするしかねえな。速攻ぶっ倒してあのバカを追うわよ。こんなものが動くなんて。あんたら気をつけなさいよ。相手は加減知らないんだから。本当にこんな大きいの倒せるんです？お願い、おとなしくして。聞いちゃくれないってこいつは。ブラスティアにだって心はあるのよ。乱暴者には剣が一番効くんだぜ。なんもしょうがないわね。ちゃんと体に教え込んでやんないと。ブラスティアの悪用は許さない。追っかけてぶん殴ろうぜ。休んでる暇なし。全身に力がみなぎるぜ。また強くなったよ。力が湧いてきました。あとは動力を完全に立てば。ごめんね。リタも早く。分かってるわよ。あんたも早く。でもフレンは。あんな怪しい奴がうろうろしてるところに騎士団なんていねえって。
じゃ、もうフレンは。多分もうここにはいない。行くぞ。あの子を調べたら自立術式が解析できたのに。そのために僕らを戦わせたの？当たり前でしょ。告白人だよ。泥棒探しのついでに手伝ってもらっただけよ。口じゃなく足使えよ。なら受けて立つぜ。私を働かせる気？本気出しちまったな。これは足を紡ぐ力です。子は盗んで歩くなんてどうしてやろうかしら。やめてくれ。やめて、もうやめて。俺は頼まれただけだ。ブラスティアのコアを持ってくればそれなりの報酬をやるって。お前テートでもコア盗んだよな。テート？俺じゃねえ。お前じゃねえってことは他にテートに行った仲間がいるんだな。ああで、デデッキの野郎だ。そいつはどこ行った？今頃依頼人に金をもらいに行ってるはずだ。依頼人だと？どこのどいつだ？鳥向こうにいるってだけで詳しいことは知らねえよ。
顔の右に傷のある赤眼でバカに体格のいい大男だ。そいつがコアを集めてるってことかよ。ソーサラーリングもどこかで盗んだのね。盗んでなんていねえ。仕事の役に立つって依頼人に渡されたんだ。嘘ね。コソ泥の親玉なんかに手に入れられるものじゃないわ。本当だ。信じてくれよ。なんか話が大掛かりだし、すごい黒幕でもいるんじゃない？カロル先生冴えてるな。ただのコソ泥集団でもなさそうだ。騎士も魔物もやり過ごして奥まで行ったのに、ついてねえ。ついてねえよ。騎士、やはりフレンが来てたんですね。あ、そんな名前のやつだ。くそ、あの騎士の若造め。うっさい。ちょ、リタ、気絶しちゃったよ。どうすんの？後で町の警備に頼んで拾わせるわよ。それじゃ、アスピオに戻るか。肝心のフレンはいませんでしたね。その騎士何者なの？ユーリの友達です。ふーん、あんたの友達ね。それは苦労するわ。なんだよ。別に。で、なんでそいつがこの町にいるの？ハルルのシルトブラスティアを直せる魔導士を探して。ああ、あの青臭いのね。私のとこにも来たわ。フレン、元気そうでした？元気だったんじゃない？うわ、適当。騎士の妖精なら他の魔導士が動くだろうし、もうハロルに戻ったんじゃない？そんな。で、疑いは晴れた？リタは泥棒をするような人じゃないと思います。思うだけじゃやってない証明にはならねえな。でも。いいよ、かばってくれなくて。けど本当にやってないから。まあ、お前は泥棒よりも研究の方がお似合いだもんな。ユーリは素直じゃないんです。変なやつ。警備に連絡してくるから、先に私の研究所戻ってて。って言われても、あの怖いおじさんたちが通してくれるかどうか。そうね、これ持ってって。それ見せれば通れるから。サンキュー。いい？私の許可なく街出たらひどい目に遭わすわよ。ユーリの追ってるコア泥棒がリタじゃなくてよかったですね。ん？なんだその理屈は。俺は別に誰がコア泥棒だって構わねえぞ。リタだったら面倒がここで片付いてくれて大歓迎だったのにな。リタが聞いたら怒るよ。まあ、真犯人の手がかりはバッチリ手に入ったしな。まずはよしとするさ。
フレンが気になるなら黙って出ていくか。あ、いえ、リタにもちゃんと挨拶をしないと。なら落ち着けって。ユーリはこの後どうするの？コア泥棒の黒幕のとこに行ってみっかな。デデッキってやつも同じとこ行ったみたいだし。だったらノール港まで一直線だね。トリム港って言ってなかったか？ユーリ知らないんだ。知らないって何を？ノールとトリムは二つの大陸にまたがった一つの町なんだよ。このイリキア大陸にあるのが港の町カプアノール、通称ノール港。お隣のトルビキア大陸には港の町カプアトリム、通称トリム港ってね。だからまずはノール港なの。途中エフミドの丘があるけど、西に向かえばすぐだから。私はハルルに戻ります。フレンを追わないと。んじゃ俺も一旦ハルルの町へ戻るかな。え、なんで？そんな悠長なこと言ってたら泥棒が逃げちゃうよ。慌てる必要ねえって。あの男の口ぶりからして港は黒幕の拠点っぽいし、それに西行くならハルルの町は通り道だ。でも急ぐ用事でもあんのか？好きな子が不治の病で早く戻らないと危ないとか。そんな儚い子ならどんなに。待ってろとは言ったけど、どんだけくつろいでんのよ。お帰りなさい。泥棒の方はどうなりました？さあ、今頃牢屋の中でヒーヒー泣いてんじゃない？疑って悪かった。軽い謝罪ね。ま、いいけどね。こっちも収穫あったから。リト？んじゃ、世話かけたな。何？もう行くの？長居してもなんだし、急ぎの用もあるんだよ。リタ、会えてよかったです。急ぎますので、これで失礼します。お礼はまた後日。わかったわ。儚い子って一体誰のことです？え、カロルがノール港に行きたいのはその子に会うためなんですよね。なんで知ってんの？やっぱり。あ、違うよ。だいたいノール港じゃなくて。ノール港じゃないんです？知らない。僕は何も知らない。さっさと白状した方がいいぞ。エステルの顔に諦めないと書いてある。そんなんじゃないんだってば。カロル。見送りならここでいいぜ。そうじゃないわ。私も一緒に行く。え？何言ってんの？まさか勝手に帰るなってこういうことか？うん。うんって、そんな簡単に。いいのかよ。お前ここの魔導士なんだろ？ハルルのシルトブラスティアを見ておきたいのよ。壊れたままじゃまずいでしょ。それなら僕たちで直したよ。ん？直したってあんたらが？素人がどうやって？蘇らせたんだよ、バーンと。素人も侮れないもんだぜ。ますます心配。本当に治ってるか確かめに行かないと。んじゃ勝手にしてくれ。何？私
同年代の友達初めてなんです。あんた友達って。よろしくお願いします。ええ。デートを出た時は俺とエステルとラピードだけだったのにな。今はカロルとリタも一緒です。旅の仲間が増えるとなんだか嬉しいですね。僕はなんだかこのメンバーに不安を感じるけど。私はあんたに不安を感じるけど。あんまカロル先生をいじめんなよ。仲良く旅をしましょうね、リタ。そうね。Thank you.